パリ五輪柔道女子52キロ級に出場した安倍歌、パーク24、が17日深夜放送の日本テレビ系、ゴーイング、スポーツニュースに出演、男子66キロ級で五輪連覇を果たした兄、ひふみ、同、と共に銀メダル獲得に貢献した混合団体のエピソードを明かした。 技は57キロ以下でスペインとの初戦の2回戦に出場し、同階級のアリアネトロソレルと対戦。技ありを先行される苦しい展開の中、2分15秒の大腰が決まり、一度は1本と判定されるも取り消されて技あり。延長入り目前の3分59秒に袖吊り込み腰で技ありを奪って合わせ技1本勝ちした。 混合団体でも個人戦と同じく延長戦があるが、死はなぜか引き分けがあると思って、とルールを勘違い。あと1秒ってなった時に、絶対決めないと。と思って、と仕掛けた投げ技が勝利に結びついた。いい方向に転んだ、と笑っていた。異連覇を目指した個人戦はまさかの2回戦敗退で号泣した。団体戦の出場は、 すごく怖かった。またこの舞台で負けてしまった時に、どうなるんだろうか、とか、柔道気を切れるのかなというのを思っていた、と葛藤があったことを告白。しかし、これに打ち方ないと、この先に進めないと思った、と覚悟を決めて出場し、勝利をつかんだ。番組の最後では明るく、28年ロス五輪での雪辱を誓い、 応援よろしくお願いします。と呼びかけていた。